高野つるの間アフタートークお願いしま す。いや本当に宮下さん、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ま、たゲストで来てくださってマジで、うん、という間でしたね。本当になんか最初ちょっとよそよそしかったというか、うん、緊張感というか、はい、昔の友達に会う感じというか、はい、ちゃんと友達トークで終わりましたよ、ね、よかったよ ね、久々に会った大人同士が、カレーの話でした。カレーの話で。今、そんな余裕。空いた時間ってこういう感じでなんか、やっぱね、収束してくんだなっていう。いや、本当そうですね。終わりましたね。ネタパレのあの、長い空き時間のことをね、思い出すというか。こんな感じでまた戻るんだなっていう。いやで、この後に、うん、今これ放送終わった後に流れてるんで、もしかしたらこのまま見て、このアフタートークを見て、うん、そのまま宮下草薙さんの、はい、報告。方に宮下草薙の15分に見てもらえるかもしれないので、はい、いやあんまり話しすぎても、まあ、次回、まあ、そう1時間言ったら15分は生放送ですけど、はい、YouTube で生配信ですから、ね、1時間ぐらいやるので、まあ、そこでもちょっといろいろお話しさせていただけたらなっていう ね、で僕らコーナーとかないんで、はい、ガチフリートークで多分やることになっちゃう、ね、すごいですよね。ここで話しすぎちゃうとね、本当になくなっちゃうのかな。どうします、本当に何話しますかね。15分 ね作戦会議、ね、15分本編何話すか決めたいですよね。確かに、でも、毎回やってるのはカードというか、そうそうそう、トークテーマみたいなのを決めて、そうそう、すごいまさにトークを15分、うん、で今回いつも3枚用意してるんでしたっけ。そうそうそう、3枚、ね、僕ら2人分と、まあ、リスナーさん、はい、だから今回は僕らも2人かかるとか 5枚5枚体制でいけるんでね、はい、いけるんだ、だからまあ1人15分ぐらいの持ち時間があると、めっちゃ無駄になっちゃう15分の漫談でだからいやいや、宮下さんみたいにできないんですよ。ステムがどんだけ大変か本当にピンでネタ入れるだけでも大変なのに、ジェットコースター移動しないのおかしいな出てこないからでも確かにそうですよね。だから話したいことを持っていってという感じですよね、うん、松尾が来て歌うんだよね。そうそう、松尾が、そうですね、松尾が来てロングアイランド松尾で歌う前、はい、がいるんですよ。それは本編で歌うのかな。あ、YouTube の生の方で、配信の方で、あ、配信の方で、配信の方でその時間もあるから、オープニングアクトとして歌って、なるほど。僕よく分かってないから告知見た時に15分しかないのにゲスト2組いるんだびっくりしました。ちっちゃい丸2つ、皆さん草薙さんのちっちゃい丸2つあって、僕らの潜在と松尾さん来てくれました。本当に歌うまいですよ。いや歌うまいですよ、めちゃめちゃ歌うまい。すごいですね、あれも自分で作ってて。そうそうそう、もう200というのをテーマに今回は曲を作って、あんまない聞いたことない。100、そう、楽しみ。100はすごいあるじゃん、うん、はい、確かに100だったらいろいろ思い浮かびそうで、そう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 、200でどうしてもらってるからすごいな。あ、もう丸投げというか、丸投げ200でも作ってくれ、テーマは200です。そう、なるほどね。100の倍2人の100と僕らの100と君たちの100、あ、それ合わせて200だね。いや、やめて、それあったらめっちゃ待って松尾予想するの、僕の100年と君の100年を足して200年にしよう。いい、ね、松尾貸し予想、予想するのいい、ね、予想するの面白いですね。2人ぼっちでめっちゃいいじゃん、その話。確かにそうだよ、ラッドウィンプスみたいになりそうです。なるほど、数字を文字ついてる、これいいわ。200の松尾さん宛て、貸し宛てちょっとやりたい。貸し宛て200でしょ。だからそれがあるでしょ、今100、100と100を足して、足して200、自分の100と君の100を、うん、いや、これめっちゃいいな。第1回の時は、15 minutes お時間をくださいなみたいな、うん、英語にしたがるのよ、あいつ。言ってた。なるほど、スリーカードに託された運命引き当てるみたいな、3枚のカードを引いてくださいをスリーカードって言ったりとか、あれ聞いた時英語使うのよ、うん、あれ聞いた時あの超漫才のオープニングすげえ思い出した。トニー・フランクさんのずっと似てると思って確かにそう、前のね、ああ、なるほど。でも今回もだから、英語だと思う。200は言うと思う。200は言いますよね。200がもんな。かがやも来るから、多分もしかしたらかがやを使ってくる可能性は。かがやく。かがやく。ね、かがやく。あ、陰踏んでくる。かがやく。かがやくもあるか。確かに宮下草薙、うん、くあの宮下草薙むずいだろうね、うん、前回は宮下のテスラの
そうそう、はい、俺のテスラにまつわられて、だから、テスラに乗り、ミッドナイトハイウェイドライブみたいな。だから関係ねえんだよ。どんだけ、テスラじゃん。テスラの。テスラ。どんけかい、でもテスラまた入るのかな。いや、もう入んないじゃない、うん。だから多分キングオブコントの最初の梅田サイファーさんのリリックぐらいは、多分深掘りしてくれる感じですよね、そのレベルぐらいでは。それぞれ、ああ、いそう。それとセブンジェネレーション。セブンジェネレーション。出るよね、セブンスジェネレーション。セブンスジェネレーション。セブンスジェネレーションは確実にある。ここに集い輝けみたいな感じで言うんじゃない。そういう感じで多分輝入れてくれる気がしますよね。入れてくれる気がする。これ入ってたのポイントにしたいし、ポイント加算していきたいですね。めちゃくちゃ笑っちゃう、入ってた。楽しみだなぁ。これ聞け、そうですよね。松尾さんは聞けないですもんね、これはね。そう、話は聞けない。あとだもんな。これはだから聞けないから、あいつを狙っては入れられないから。そうですよね。素で入れてるやつ。それぞれ予想で書いといてさ。カード、カードで持ってきて、そんだけ当たるかちょっとやりましょう。やりましょう。ね、ワードみたいなのをね。3つ、じゃあ3つワード選んで、はい、それが入ってるかどうかで、ポイントみたいな。そうか、重ならないようにしなきゃいけないですよね。そうですね。ちょっと考えて。もっと出さないと、じゃあ、ワード。ワード。なんだろうな。200、200は調べてくれるのかな。で、足すみたいな絶対あるね。君と。僕とで。僕とで足して100みたいなのは。はい、あ、あれですか。1x2 みたいな。400言いそうじゃないですか。400? あ、なるほど。鶴、はい、の足して。鶴の足して。400と400。まさかの。フォーハンドレッドまでいったらなんかサウザンド目指そうみたいな、ね、あいつも気が大きくなってサウザンド目指そうみたいなありそう。100、200、400、うん、これ陸上競技の増え方なんでアスリートとかにもかけてきそうな気はしますよね。アスリート、短距離、陸上、走るスピールドトラック、あ、駆け抜けろとかありそう。駆け抜けるゴールなんてない、ゴールなんてないそこはつながりそう、マジで。短距離、陸上競技の短距離と一緒だから、いろんなハードル乗り越えて。これ何個か出たんじゃないですか。これだからワードちょっと書いといて、ね、みんなで ドラフトしてます。引いて選んで、まあ、これです、やりますか。ねえ、ちょっとやりたい。2にしようか、じゃあ。2に。1個も当たんない可能性ある。それはそれで。それはそれ、すごいよ。すり抜けてるから。これ、大人4人がアイデア出して、それ、すり抜けるってすごい。結構な包囲も張りましたよ、今。だいぶ。絶対当たると思う。うわ、なるほどな、ちょっとそれをもう、これちょっとやろう。いろいろ出ましたけど ね。ちょっと用意して。これ見てから、配信の方見てもらえたら。ということで、文化放送も、はい、宮下草薙の15分もよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。かかるつるのアフタートークでした。ありがとうございました。